激しい塩害に見舞われた土地。塩が地面や柱まで覆っている。塩害は植物や各種建築物、構造物への塩分に起因する害の総称である。海沿いの地域では海水に含まれる塩分により種樹の塩害が生じる。塩分を含んだ潮風が吹きつけることや、海水が沿岸の河川、土壌内に侵入することなどによる弊害がある。海沿いでなくても、 土壌中の塩分による農作物への障害、コンクリート内に含まれる塩分による建築物、構造物への障害などが生じる。海水潮に由来する塩害は通常は海岸から数キロメートルまでの地域で生じるが、台風の強風などにより海岸から遠く離れた内陸部まで被害が及ぶ場合もある。一般的に農作物は塩分の多い環境では生きていくことができない。 塩害が発生すると農作物の育成が妨げられその土地の農業的な価値が低下する。灌害による塩害のメカニズム。水に溶け出した地下の塩分が蒸発とともに地表に集積する。1. 灌害中、水が地面に浸透し塩を溶解する。2. 太陽熱の影響で地面から水が蒸発し、毛細管現象によって潮が溶けた水が、 地面に浮き上がる。3. 潮が地面に残る。A. 塩 B. 潮の進行方向 C. 水の進行方向 D. 乾いた地面 E. 湿った地面乾燥地では土壌に含まれた塩分が雨によって流出しにくく蓄積しやすいために塩害が発生しやすい。雨量が十分ならば塩は雨水とともに水路や地下に流出するので塩害は起きにくい。連作による。 塩害連作障害の一つ。肥料のうち、作物に利用されなかった成分が、途中の金属イオンと結びついて、塩となるもの。灌えによる、塩害管装置で大規模な灌えを続けると、地下深くに存在していた塩分が水に溶け、この水分が蒸発する過程で塩分が、地表近くに集まってしまい、地表付近の塩分濃度が上昇して塩害が、発生する。 このことが砂漠緑化の足かせとなっている。河川は川口付近において塩水くさびにより河川の底部に海水が遡上する。川口付近の川底には満潮時の海面より低い部分があり、そこまでは海水が遡上してくることがある。このため海に近い河川は海に面しているのと同じで塩害が発生しやすい。さらに、 灌漑用水を下流部などから取水している場合などは、河川流量の低下や水害防止のための浚節で川の底が掘り下げられた場合により海水が遡上しやすくなり、塩害が拡大することがある。日本では昭和33年塩害などの例がある。海岸部に近い農地では、海風が強い時、波しぶきが飛来し、塩水を被るため農作物に被害が生じることがある。 特に、沿岸の傾斜地に多い未完炎などで被害が発生しやすい。台風や大潮による越波や地震発生後の津波などで、田畑が冠水した場合には、助手をするなどして土地を回復させることが多い。1991年の台風19号では、瀬戸内沿岸で多数の被害が発生した。海外工事により砂浜が消滅し、 消波ブロックが多数設置されたために被害が拡大したと指摘されている。また、津波のように大規模な災害時は内陸でも深刻な塩害が発生する場合がある。2004年のスマトラ島沖地震で発生した津波は周囲の標高が低い地域に多大な被害を及ぼした。ただ、これらの地域は熱帯に属しているため多量の高雨によって塩分が洗い流され、 幾分被害は軽減しているとの報道もある。2011年に発生した東北地方太平洋沖地震で起こった津波にて被害を受けた沿岸部の水田約2000ヘクタールが震災から10年以上作付けができない可能性があるとみられている。塩分が付着することでその物体が急速に劣化したり酸化する被害がある。塩水は雨水よりもはるかに電気を通しやすいため 絶縁している部分に塩水が付着すると導電して漏電状態となってしまい電気が供給できなくなる。海岸沿いに設置された電柱や電線などの電力設備は当然のことながら塩害対策を施し付着した塩の除去などを行っているが、エッパによる塩害などでは電線にも悪影響を与える。特に低気圧と荒波、強風を伴う台風は かなりの内陸部まで広範な影響を及ぼすことがあり、1991年の台風19号では中国地方、2018年の台風24号では関東地方で多数発生した。鉄筋コンクリートにおける塩害とは以下に示すメカニズムによって発生する。コンクリートに侵入した塩分中の塩化物イオンが鉄筋を腐食させ、膨張が生じる。鉄筋の膨張に伴い、 コンクリートに引っ張り力が働き、ひび割れを生じる。コンクリートのひびは、ますます腐食物質の侵入を許し、鉄筋の劣化、コンクリートの剥落へと発展する。主に海水が原因とされているが、コンクリートの骨材である海砂や、近年では、道路面の凍結を防止するために散布する、凍結防止剤による塩害なども原因に挙げられている。日本では、 高度経済成長の時代に建築された建物や土木構造物においてコンクリートの崩落が起きており、これらは十分に洗浄、脱塩が行われていない海砂や砂利が原因となっているのではないかと指摘されている。塩害を防止する対策として、被りを十分大きく取ること、コンクリート表面及び鉄筋表面に合成樹脂などのコーティングを施すこと、 材料に海砂などの塩化物イオンを含む骨材を使用しないこと、海砂を利用する場合は十分に洗浄したものを使用することなどが挙げられる。広島市の市営元町高層アパートで1986年から4年間約40億円をかけて日本初の塩害に伴う大改修が行われた。住宅、ビル等の場合、海岸付近では鉄製の柵、 テレビアンテナ等が塩害で腐食することがある。そのため、塩害対策が必要となる。塩害対応の塗料を使用する場合もある。風向きによっては、海岸から数キロ離れた場所でも塩害が起こることがある。コンデンサーにアルミ製の薄いフィンを用いるエアコンの室外機には、対使用仕様がある。海岸付近で施行される配管や海水を通水する、配管の施行では塩害による。 腐食対策で銅管が使用される。銅管は耐食性が良く、海水や海岸付近での水に対して腐食や錆の発生はほとんどなく、海岸付近のコンクリートや土壌に対する耐食性も良いことから空気管、冷媒などの配管などに使用され、水洗便所では床下給水式の和式大便器の給水管にも使用される。軟質と硬質生銅管。 外部に保護用の被服を施したものなどがあり、状況に合わせ使い分けがされている。ありがとうございます。